どうも、ワンピースの弟、仮面 YouTuber、ゆでてなんぼのゆでろんです。ありがとうございます。いいね、チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2023年36号、ワンピース最新話、1089話、立てこもり事件を考察します。この1089話では、長年の謎、エニエスロビーの大穴の謎や、800年前の世界の謎が少し読み解けそうです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は多いネタバレを含む内容ですから今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずはいつものように話数の理論から考えましょう。全89話の類似話数は89話と189話ですが、この1089話には分かりやすいつながりはあまりありません。その代わり話数の語呂合わせが強く機能しています。それらを本編の流れとともに詳しく考えましょう。1089話のスタートはゴア王国風車村、新聞で消息不明となったガープに驚くループスラップ、そして牧野の子供はルフィの写真に喜ぶ。これは前回1088話からのつながりでしょう。ジジイとは赤ん坊の未来、どちらを優先すべきか。牧野の子供の未来はもちろん無限大。これが1089話の話数の語呂合わせ1つ目。純白、真っ白な未来、牧野の子供はルフィを好きになっている。ちなみにこちらの動画では牧野の子供はシャンクスの息子であり、シャンクスはいつか亡くなってしまい、その息子へルフィが麦わら帽子を返すことで別の意味でシャンクスとの約束を果たす、そのように考えましたが、そんなイーストブルーにズズーンと地震が押し寄せる。いや、イーストブルーだけじゃない、全世界で地震が巻き起こっています。この地震はグリシア王国滅亡の6日後のことだったという。これが1089話の話数の語呂合わせ2つ目。倒幕でしょう。こちらは2週間前語呂合わせのみ予想できました。2週間前の予想ではこの倒幕はエッグヘッドのことだと考えていましたが、グリシア王国の話でした。2週間前の予想はこのように考えました。こちらです。さらにリビは戦いを止めるために宮殿を破壊しようとしている。こことつなげるなら、1089話ではメガパンクが自らラボを爆破しようとするのか。倒幕で海軍がエッグヘッドにバスターコールをかけるのか。正解はバスターコールではなく、謎の兵器によるルルシア王国の倒幕。ルルシア王国跡地には大穴が出現しており、それはまるでエニエスロビーのよう。これが1089話の話数の語呂合わせ3つ目。インパクトでしょう。全世界で地震が起こり、海面は1メートル上昇。これによりいくつかの島が消えた。つまりあの兵器をさらに何発も撃てば世界は海に沈む。それは800年前のように。それこそが1083話の隠されたリリーのセリフなのか。沈みゆく世界に夜明けの旗を掲げ、つまり800年前全世界は海に沈みつつあった。僕は D の意味はドーン、夜明けだと考え、そこから夜明けの旗を掲げるなら沈みゆく世界よりも眠りゆく世界だろう、そのように考えましたが、これは沈みゆく世界が正解なのかもしれません。確かに800年前に世界が海に沈んでいたら、海に沈んでいるインペルダウンやウォーターセブンの水位が上昇傾向にある理由、ワノ国がなぜか高い壁を築いた理由、800年前の過去から来た光月時がワノ国の位置が分からなかったのもうなずけます。そしてもしも世界が海に沈みゆくなら、幾千もの命を救える愛の力、古代兵器ポセイドンが箱舟でノアを引いて人々をいつの日か救うのでしょう。いや、800年前の人魚姫がすでに救ったのでしょう。それはまさに人魚伝説。423話人魚伝説。以前も考えたように423話の話数の語呂合わせは沈み、沈みゆく世界から命を救う愛の力、心ばあさん。これらは以前紹介した10年前の考察ブログ漫画金を鍛えろの石くんさんの秀逸な気づき、未来少年コナンの世界観と同じです。未来少年コナンの世界観とは、核兵器を上回る超磁力兵器が世界戦争で使われ、地殻がねじ曲がり5つの大陸が海に沈み破滅した世界が舞台です。それでは次に、なぜ海面は上昇したのでしょうか。
3年前、こちらの動画では固体兵器ウラヌスとは月そのものであり、その月の引力の満ち引きによって電流人は世界の海面を上昇させたと考えました。固体兵器ウラヌス、つまり月はおそらく全世界に大洪水をもたらす兵器だと考えられます。なぜなら海の水は毎日満潮と干潮を繰り返して満ち引きしていますが、これを引き起こしているのが月の引力だからです。もしも月がなくなったり動いたりすれば、ほとんどの地球の島は波に覆われ、地表は暴風が吹き荒れ、地球の地軸は傾き、人間が住めなくなるとも言われています。一方でこちらの動画ではエニウスロビーの大穴とは古代兵器の攻撃によってできた大穴だと考えました。そしてこれらの考察の正解は、大穴ができるほどの古代兵器によって島を吹き飛ばし、その兵器で海を熱膨張させて海面を上昇させたようです。熱膨張とは、水は熱すると膨らむ特性があります。つまり海は温められると体積が膨れ上がる。古代兵器の攻撃はまさに核兵器以上、隕石落下にも匹敵そうなインパクトなのでしょう。その攻撃の熱で海水が温められたのか、そして海水が温まれば北極や南極の氷も溶けて全世界のほとんどが海に沈む、そんな熱膨張は1060話ですでに語られていました。1060話でルシア王国が滅亡した後、エッグヘッド近海には膨張した断水渦が出現。どことで温まった断水海が押し上げられとるんじゃろう。ルシア王国に放たれたレーザービームによって海が温まり、冷たいエッグヘッド近海と混じり合い、海水の体積が膨らんで断水渦となった。しかしルシア王国は前半の海にあり、エッグヘッドは後半の海にあります。おそらくこの謎は深層海流によって暖かい海流がたどり着いたのでしょうか。そのように考えると、エッグヘッドの海底にはルフィたちが脱出可能な深層海流があるかもしれません。さらにここから考えられる展開は、おそらく世界は今後800年前と同じ環境になりそう。つまり世界は沈みゆく。そこで箱舟の後、白星の出番でしょう。つまり今後何発もあの兵器は放たれる。もしもそうであれば、その攻撃が行われる場所はイム様に逆らう8カ国革命の国々でしょうか。革命軍サボを神のように崇める8カ国革命の国々、それらの国々の国名はまだ明かされていませんが、8カ国革命の国の一つがルルシア王国でしたし、そこにはサボがいました。そのように考えると、注目すべきは風車村があるゴア王国でしょう。ゴア王国が8カ国革命の残りの7つの国々の一つである可能性。そうであれば牧野や赤ん坊ダダンが危ない。そう、ゴア王国の国王は革命軍サボの義理の弟ステリー王。ゴア王国で革命が起きればステリー王は幽閉されるでしょう。それはルルシア王国の石王と同じように、さらに同じように古代兵器に狙われそう。ステリーは世界政府から捨てられてしまうのか。しかし子供の頃に憎んだステリーをサボが助けるかもしれません。そんなような展開はまだ先かもしれませんが、しかしイム様が世界中に古代兵器を撃ちまくれば、海は熱膨張していき、地殻変動が起きる。世界に天変地異が起きれば、人類はほぼ絶滅してしまう。そこで古代兵器ポセイドン、ヒラホシと、さらにニカ、周囲をゴム化できるニカが海面が上昇した世界で島をゴムで包み込んで救える、ゴムゴムのスーパーボール救い。それはまるで獲物あたり。ゴムの天然樹脂でコーティングすれば島や船は浮く。これはキャボンディ諸島マングローブの天然樹脂で船をコーティングしていたレイリーともつながる。そして僕はニカの正体とはゴムの天然樹脂であると1年半前に考察していますから、この可能性は大いにあると考えます。またルシア王国跡地の大穴はエニエスロビーの大穴にもそっくりです。エニエスロビー、そしてラフテルについて3年前からこのように考えてきました。こちらです。
まずここまで僕はワンピースというタイトルの意味は一つなぎという意味の他に一かけらという意味もあると考え、ワンピースというタイトルに D という一かけらを足すとドンピース、つまり完成された世界という意味になることから、逆に言えばワンピースの世界からは D が失われている、つまり D の一族は800年前に滅ぼされていると考え、そこからさらに検索しても出てこないエニエスロビーのエニエスという謎の単語にこちらも D という一かけらを足すとデナイス、つまり拒否。エニエスロビーとは D を拒否した玄関というイメージになることから、エニエスロビーの大穴こそがクローバー博士の言う滅ぼされた巨大な王国、つまり D が栄えた王国の跡地だと考察しました。さらに次の動画ではエニエスロビーに見られる数々の目を奪うというイメージから、エニエスロビーつまり失われた巨大な王国はジャヤとアッパーヤードが合わさったドクロの島に欠けている左目の部分に存在したのではないかと考えてきました。この左目の部分にかつて存在した巨大な王国の首都に天竜人は古代兵器プルトンを打ち込んで滅ぼしたのではないでしょうか。その衝撃は凄まじく、島の内部はひび割れて、島はイカダのような浮き島となり、そしてドクロの島つまりジャヤは西へと現在のポイントまで流されて、三角帽子のような島ドーン島は北へと現在のポイントまで流されたと考えます。それは表裏一体になっていると思われるノーランドからもわかります。ノーランドが発見したのはドクロの島の右目、黄金都市つまり都市でしたから、表裏一体になっているロジャーが民衆を駆り立てた一つなぎの大秘宝も国や都市島といった場所であると考えます。つまりそれはベタに一つなぎの大秘宝、滅ぼされた巨大な王国の跡地でしょう。そして左目はウインクして泣いています。これはここまで考えてきたドクロの島の欠けた左目やエニエスロビー、つまり滅んだ巨大な王国のイメージでしょうか。これは可能性が見えてきました。エニエスロビーの大穴の底、地の底へ巨大な王国が落ちたのでしょう。これはロジャーの言葉、この世の全てをそこに置いてきたにもつながります。この国を現在の世界政府は悪魔と呼び滅ぼしたのではないでしょうか。それはまるでオハラの悪魔たちのようにです。旧約聖書とは真逆の物語です。そしてオハラの全地の木のように D が栄えた巨大な王国には大きな木がかつて存在したのではないでしょうか。つまりはイコールラフテルには大きな木がある、800年前に栄えた D の王国に存在した人の夢が宿る木を悪魔と呼び、島ごと海底へと沈めて滅ぼしたと考えます。そして海底へ沈みゆく木から人の夢が詰まった果実だけが離れて海面に浮いて全世界へ拡散していったと。悪魔の実は海の秘宝ですから、それを実らせる木はまさに大秘宝、その大秘宝が島ごと海に沈んで大秘宝、それが一つなぎの大秘宝の3つ目の意味、一つなぎの大秘宝の大秘宝。それでは次に再びピースの別の意味を考えましょう。ピースには楽曲や作品という意味もあります。ワンピースで歌といえばビンクスの酒です。この歌の歌詞、ビンクスの酒を届けに行くよとはどんな意味でしょうか。これはおそらく墓参りの歌ではないでしょうか。多くの国で酒は死者を弔うために使います。ワンピースでもそうでした。つまりラフテルにはお墓がありそうです。こちらの2年前の動画ではラフテルとは滅ぼされた王国の跡地であり、それは島ごとクジラに飲み込まれており、そのクジラは3つの正義の門があるタライ海流の中央大渦の底に囚われていると考えました。つまり滅ぼされた王国の跡地とはいわばお墓でしょう。この巨大生物に宝のかけらが飲み込まれているイメージは1話からわかります。それは近海の主に飲まれたワンピースです。シャンクスのちぎれた腕はワンピースを表す。腕は漢字でワンと読む。金塊の主とは金塊の主、お宝の主です。うわ、くだらねえ。そう思った方は大正解です。以前も紹介したように、小田先生はワンピース新聞ボリューム4のインタビューで、漫画はくだらないものであるべき、くだらないっていいなと公言しています。そんなシャンクスの腕がもしもワンピースを表現したものだった場合、もしかすると本当のワンピースも巨大生物に食べられているかもしれません。そして食われるといえば900話の語呂合わせ、食われるです。900話でウェディングケーキを食べたビッグマムの口の中にはお墓が描かれていました。ここで再びピースの別の意味を考えましょう。今度は英語ではなくフランス語の意味です。フランス語でピースはお菓子という意味も持ちます。つまりビッグマムは比喩的にワンピースを食べたと捉えることが可能です。 D がいた場所、 D を排除した場所、それがエニエスロビー。さらにこちらの動画ではそこは太陽の神ニカが敗北した場所だとも考えました。さらにこちらの動画ではエニエスロビーの場所にはドクロの島ジャヤがあり、そこにはニカがいたとも考えました。こちらです。ねえスー、神様っているのかな。この国を守って神様。
と神に願い、そして絶望の空島を救ったのはルフィでした。つまりシンプルに考えるなら、本物の神とはルフィとなるかもしれません。ルフィこそが本物の神、太陽の神ニカかもしれない。さらにこのジャヤのモデルは数ヶ月前オルメカ文明ではないかとも考えました。オルメカ文明とは古代アメリカ文明で最も古く、その後古代アメリカではマヤ文明、ナスカ文明、アステカ文明、インカ帝国などが誕生しています。そしてオルメカとはゴムの人という意味です。太陽の神ニカがゴムの人であり、ジャヤにいた証拠、それは生贄の祭壇です。太陽の神を信仰していたジャヤの生贄の祭壇に刻まれた絵をよく見てください。この絵はギアフォースバウンドマン、つまり太陽の神ニカはルフィを選んだ、それこそがルフィの運命なのでしょうか。それでは太陽の神ニカはどこで滅ぼされたのでしょうか。それはおそらくエニエスロビーでしょう。800年前のジャヤはエニエスロビーの場所にあった、そこにニカもいた、そのように考えてきましたが、さらにまだあります。何度も言うようにワンピースでは前半の海と後半の海は鏡のような表裏一体になっていると考えます。前半の海292話でドクロの島ジャヤが横に半々に割れたなら、後半の海1088話では東半半、ドクロの島蜂の巣が縦に半々に割れました。さらに前半の海でエニエスロビーの大穴が描かれたなら、後半の海1089話では倒幕、ウルシア王国が爆撃され大穴が開きました。前半と後半の表裏一体、このようにつながっていると思われ、これら3年前からの考察結果も気になりますが、場面は変わってエッグヘッドへ。エッグヘッドにはバスアコールを超える軍艦が近海に停泊中。これが1089話の話数の語呂合わせ4つ目、停泊でしょう。2週間前の予想では語呂合わせと展開からバスターコールの予感を感じていましたが、とりあえずまだ海軍は停泊したままでした。ここでシービーストウェポンが海軍の筆をバクンと噛みつき攻撃、しかしこれはキザルがレーザーで爆破します。重爆。また1089話ではルフィたちも海軍たちも全員戦いに備えてバクバクパクパク腹ごしらえをしています。キザルはラーメン、伝統丸はおにぎりを食べながらでんでん虫で会話中。前半の海で仲良しだった2人ですが、後半の海では敵対関係になっています。キザルはエッグヘッドを攻撃すれば海軍としても損をすると言います。これが1089話の話数の語呂合わせ5つ目、自爆でしょう。一方五老星サタン星は自分が来ていることは悟られるなという、ここでエッグヘッドから五老星への念波を確認。キザルはこの念波を盗聴ハックします。この念波は五老星へロークからの連絡です。五老星はあの兵器の動力マザーフレームをロークにも作れるのか確認しています。これらの会話からマザーフレームを作ったのはベガパンク本体だが、ヨークにももちろん作れる。しかし作るには研究所内の施設融合炉が必要だという。融合炉とは核融合炉、つまりマザーフレームとは原爆か。この力をイム様は欲しているので、五老星はヨークと研究所を傷つけないと約束しますが、そんな会話に見せかけてヨークはすでに捕まっていた。どうやらルフィたちに自白を迫られていた。これが1089話の話数の語呂合わせ6つ目、自白でしょう。ヨークは手錠で縛られ自白しています。そしてヨークの足はパカッと股をフルオープン。奥ではルッチがなんかカッコつけながらヨークの大事なあそこをガン見しています。そんなエッチなルッチはさておき、ここでは石化したウソップとフランキーが元通りになっていますから、エススネークに戻してもらったようです。さらにボニーが父親や熊の記憶の中から戻っている。これらは次回1090話で描かれそう。それにしてもエッグヘッド編はどのような結末になるのでしょうか。エッグヘッドでのこの立てこもり事件は世界に思いをよらぬショックを与えると言います。それは有名なエッグヘッド事件だと語られる。1078話ではその事件のことの発端として、ドクターベガパンクが空白の100年を研究しているとヨークが政府にリークした話から始まっていますから、空白の100年が関係しているのでしょう。その空白の100年について1066話ではシャカがある王国と世界政府の戦いを話していました。それを知った者は消される。
そしてウソップは大騒ぎ。つまりこれと同じことが世界中に拡散されるのではないでしょうか。脳はいつか人類で共有できる。パンクレコーズ。ベガパンクの脳内に生きていた大原の意志、その記憶が世界中へ拡散されてしまうのか。そんな可能性があるとすれば、それはどのように。世界に思いもよらぬショックとは。ショック409話、恐慌緊急大放送。409話の大放送とはバスターコールです。そう、逆転の発想。世界中の電電虫をハックして一つなぎにすれば、パンクレコーズの脳みそから世界中の電電虫へ電波を飛ばせる。小原の意志、空白の100年の謎が全世界に伝わる。ベガパンクの脳がパンクする。小原が電電虫のバスターコールで滅んだなら、その小原の意志は逆に電電虫で伝わる。表裏一体、意趣返し。そんな衝撃的な話をもしも世界中の人々が知ったなら、世界政府への不信感がさらに高まる。世界中で革命の灯火がさらに燃え上がる。その炎を消そうとイム様は古代兵器をさらに使う。さらに使えば世界は海に沈みゆく。そういう流れでしょうか。一方、エッグヘッドには武器の船も来ていますし、カリブーもいます。事態はまだまだどうなるのか目が離せませんが、続いては次回1090話の展開を和数の理論から考えていきましょう。1090話の類似話数は90話と190話、そしてさらに109話でしょう。まず90話は何ができる。90話でアロンは種族の話をしています。こことつなげるなら、1090話では馬の特殊な種族の話でしょうか。次に190話は天候棒、ゾロ VS ミスターワン。スパスパの実のミスターワンに対してゾロは意志なき操り人形か、中身のねえブリキの兵隊か、そのように煽っていますから、1090話ではゾロ VS S フォーク、スパスパの実の S フォークを攻略した話かもしれません。さらに109話は責任問題、ゾロ一人でイガラム、ビビ、ミスターナインを倒していますから、こことつなげるなら、1090話ではゾロが一人でセラフィムを数多く倒しそう。なぜならゾロはすでにルナリア族キングを攻略済みだからです。続いて1090話の反転話数も考えましょう。1090話をひっくり返すと、901話死んでも死ぬなよ。ビッグマムからルフィたちを逃すためにジンベエは残って戦う。こことつなげるなら、1090話では恩師ベガパンクを逃すために戦闘丸が残って戦うのか。エッグヘッドはもう研究所以外には戦闘丸と50体のマーク3しかいません。それならまずは海軍は研究所以外から攻めるでしょう。そして海軍はマーク3に苦戦するでしょうが、以前予想したようにサタン星の一声によってマーク3の命令権が海軍側に移動し、戦闘丸は敗北しそうです。さらにその50体が今度はルフィたちに襲いかかりそう。続いて1090話の話数の語呂合わせも考えましょう。1090話の話数の語呂合わせは、問う熊、北霊、僕は、手切れ、熟練などが予想されます。特に問う熊や北霊、僕はなどは熊の特殊な種族の話、欲の話にもなりそう。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見やお助けほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。